私はね、甘いし愛って言うんだ。いろいろ自己紹介したいところなんだけど、残念なことに記憶喪失なんだよね。何にも覚えてないの。あ、嘘。愛って名前だけはなんとなく覚えてたんだ。名字も忘れてたんだけどね、私の妹って子が現れて、私の名前が甘いし愛だって判明したの。でもね、驚いたんだけど、私7年くらい行方不明になってたらしいんだ。もちろんそんな感覚は全くないんだけどね。って当たり前か、記憶喪失だもんね。でも覚えてないけど、私自身そんなに年齢を重ねているような気はしないのね。どうやらバーベナ学園に通ってたらしいんだけど、その頃から全く見た目は成長してないし、だから多分私タイムトラベルしてきちゃったと思うんだよね。え？ SF 小説の読みすぎ？いや、今までにどんな本を読んできたのかも覚えてないんだよね、これが。それに過去から飛ばされてきた人って最近この辺りでも私以外に発見されたみたいだし、そういう人実は結構いるのかもしれないよ。